11月のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の党大会について再び会場で取材しているワシントン支局の中村記者とつなぎます。中村さん。はい、私は党大会が開かれている会場に来ています。つい先ほどですね、会場にトランプ氏が到着しまして大きな歓声を浴びました。銃弾を受けた右耳には白い包帯のようなものが確認できました。トランプ氏は初日の今日正式に大統領候補に指名されています。また党大会ではトランプ氏とともに選挙戦を戦う副大統領候補としてオハイオ州選出の J.D. バンス上院議員が選ばれました。副大統領として指名されたバンス上院議員が入ってきました。場内大きな声援に沸いています。バンス氏はベストセラー作家として知られる39歳の若手上院議員で、ウクライナ支援に反対しているほか、貿易や移民政策でもトランプ氏に考え方が近いとされ、17日に指名受諾演説を行う見通しです。バンス氏は以前、テレビ東京の単独取材に応じ、日本との関係について次のように答えています。And I think we need to actually use our allies as allies, right? We don't want client states. We don't want people who depend on the United States but have no real self-reliance or independence themselves. I think we actually want to lead a network of alliances that can counter a rising China. And I think you're going to see a lot of that in the next Trump administration. また、党大会では事実上の公約となる政策綱領が採択され、中国からの輸入品の関税引き上げや不法移民への史上最大の強制送還措置など、トランプ氏の主張を色濃く反映したものとなっています。以上、中継でした。